さあ、楽しい音楽の時間だ。千秋君がオケの常任に？まるでオケだ。おかしいじゃねえか。見たことも振ったこともないの。パリ在住で若くて安い指揮者。寄せ集めのオケ。マジかよ。千秋先輩と共演するのが目標なんです。こないだなんかはゲネプロ一発で本番。くそ、このままじゃまた先輩がどんどん先に行っちゃう。まだめっこくるに出てみようと思ってるんです。俺なんかまだまだ小さいことくらい分かってる。だからこそ一つ一つ今のこのオケの調和を探して。なんでコンクールに出ちゃダメなんですか。のダメだって前に進めない。俺は先へ行く。ただ音を歌ったり演奏したりする人をカントルと言った。カントル、カンタービレの語源だよ。お前が今まで過ごしてきた時間は絶対無駄なんかじゃないから。待っててくださいね先輩、すぐ追いつきますから。のだめカンタービレ最終楽章前編。日々